ボンゴという楽器について簡単にパサ,サッと説明したいと思います。ボンゴとは、ドドン。はい、南米キューバの楽器です。はい、知ってたっていうやつですね。南米キューバっていうのは、北米南米の間ですね、カリブ海の島国でございます。はい、まあこんな素敵な国でございますけれども、なかなかお国柄的にはっていうかね、政治的にはですね、大変な運命を辿っている国でございまして、植民地になったり、 そこから解放されたと思ったら経済的に保国になったりそこから革命を起こして独立したり、えー、社会主義国になったり経済封鎖されたりとかね、まあ、なかなかね大変な国なんですけれども、えー、それゆえに、まあ、それゆえにって言ったら大変不謹慎なんですけれどもこうお国の歴史がこういろいろとああだこうだ動いたり、ね、人種がこう入り混じるとこう文化としてはめちゃくちゃ面白くなると。 いうのがまあ世の常というか今までの歴史から明らかになっております。はい。でそのキューバっていうのはね非常に面白い文化だったり特に音楽のレベルがめちゃくちゃ高い国なんですね。まあそんなキューバの楽器ですボンゴ。はい。他にはちなみにまあこのコンガとかティンバレスとかあとマラカスとかギロとかねいろいろラテンパーカッションが有名です。 でキューバ音楽で叩かれるような打楽器で間違いないんですがまあ現在だったらね大体どんな音楽にも使うことができる特にやっぱダンスミュージックかなと要は踊れるやつねノリがいいやつっていうかはいで音が比較的相対的に他のパーカッションとか楽器に比べて高いカラカラカラってこうね高いので まあ特にソロとかフィルインが得意ですとえリズムパターンみたいなのを刻むことはもちろんできるんですがまあその上でソロとかできちゃうとなのでこれから始める方ねまあどういうふうにえボンをやっていくかっていうのは人それぞれあると思うんですけれどもバンドの中で叩くあるいはアコースティックでねえギターの弾き語りのバランスをするとか全然ありだと思いますえしえバンドが ないよと今のところバンド組む予定がありませんという方でもとりあえず買ってですね、まあ、公演とかスタジオとかカラオケ持って行ってリズムパターンを叩いてもよし。ソロを叩いてもよし。 まあ自由なな楽器なんですねこう自由にカラカラカラカッと、えー、遊び回ることができるのが非常にこのボンゴの醍醐味っていうか面白いところでございますで、えー、一応この高い方と低い方、えー、2つで1つのセットで名前が付いてましてマッチョとエンブラという名前ですはいこれ知ってるとねおなかなか詳しいやんけってなりますんで是非覚えてくださいちなみにマッチョは男でエンブラは女という意味でございます であのよくあるやつね <laughs> この銅が長い方これコンガですとあの女性のこうバストのサイズでね B の方が小さくて C の方が大きいとかね、まあ、そういう話もあります。はいでボンゴをやるにあたってねなんかこうボンゴが入ってる曲聴きたいよと、えー、実際のその音源、えー、っていうかね曲の中でどういうふうに使われてるのか知りたいよという方は、まあ、とりあえずこの3曲を聞いてみてよっていう感じです。はい 一番上はブエナビスタソシアルクラブのエルカート・デ・トゥーラーという曲ですね。ブエナビスタソシアルクラブご存知でしょうか、えー、映画にもなっております、さっき言ったキューバね、キューバのミュージシャン、大御所たちがこう集まってレコーディングしたり、コンサートしたりしたドキュメンタリー映画がありまして、キューバにちょっと興味あるよという方、絶対見た方がいいのでおすすめです、はいで。CD にもなってまして、そこでエルカート・デ・トゥーラーという曲を聴いてみてください。ボンゴン、めちゃくちゃ目立ちます。はい これはまあその本来のキューバ音楽での使われ方っていう感じです。で、2個目はインコグニート・コリブリ。はい。インコグニートっていうのはイギリスのバンドですけども、内容、ジャンルとしてはファンク、アシッドジャズと言われるね。まあ、いわゆるさっき僕が言ったダンスミュージックに近い、えー、非常にノリがいい、ファンキーな、かっこいい曲の中で使われてますので、これも必聴ですね。インコグニートのコリブリ。YouTube でも検索すれば聞くことができますので、聞いてみてください。 最後これはまあご存知の方多いかなと思いますけど菅野陽子さんとシートベルツの「タンク」っていうねこのチャンネルでも「タンク」の解説動画を上げておりますのでよろしければ見てみてください。でこの「タンク」のソロの解説っていうのもっております三沢太郎さんというね日本を代表するパーカッショニストの方が叩いてるやつなんですが。 これもね、あの正直頑張れば未経験から始めても1年ぐらいで叩けます。はい。これを一つ,つ、ね、目標にしてはいかがみたいな <laughs> ところがあります。ボンゴ始めたら、最初こうリズムパターンとか、えー、やって、えー、例えばキューバ音楽とか、あるいはインコグニートのコリブリみたいなね。みたいなのをやって、くゆくはね、タンクみたいなソロ叩けるようになったらよくないですかはい。 えー、ボンゴ始めたいわーってね、えー、欲しいわーってなったら近くに楽器屋さんがあったら、まあ、それで行って見ていただくのが一番いいしなければ、まあ、ネットでもかっていう感じねで大体ですね、まあ、ビギナーの方が選ぶ楽器としてはこの辺りがよろしいのではないかというところですはいで一番上の LP っていうのはラテンパーカッションっていうのの略なんですけども LP っていうメーカーが一番有名ですね最大手っていう感じはい なんで、迷ったらまあ LP で <laughs> 間違いないっていうのが、ちょっと雑な選び方っていう感じです。はい、で LP のよりも、もうちょっと他のも見てみたいとか、価格帯選びたいってなったら、この下のメーカーを見てみるといいかなっていう感じです。えー、この左に書いてあるのがメーカー名です。例えば3番目、TOC、t o c っていうメーカーもありますけれども、こ、こ,このボンゴも非常にいい楽器で、えー、とかだったり、 ドランメーカーカマイネルだったりゴンボップスパールっていった、えー、メーカーもあります。はい。まあパッと見てね、気に入ったので全く問題ありませんっていう感じです。はい。見た目かっこいいなとか、色かっこいいなとかね、値段がちょうどいいなっていう感じで、えー、問題ないんですが、まあおよその目安としては1万円以上のものがいいと思います。一応1万円以下のものっていうのもあるんですけども、えー、キッズボンゴ、幼児、えー、あるいは小学生、子供の方向けのもの、 だったり、まあ、本当に超廉価版っていう感じなので、えー、割と趣味で長くなやりたいよーとかバンドの中でねやりたいよーっていう方は、まあ、最低でも1万円、えー、出していただければ、まあ、一生楽しめるよっていう感じです。はい、この右側見ていただくとさっき言ったねマッチョとエンブラっていう話がありますとちっちゃい方がマッチョで大きい方がエンブラでこれサイズなんですよ。この7とか6とかいろいろ書いてあるやつ。はい これね見ていただくと一目瞭然なんだが実はメーカーによってこれサイズが違いますはいご存知でしたでしょうかいやこの K ねこの丸の大きさがこれメーカーによって違いますというところなんですねはいなのであんまりこう爆音出したくないわっていう方とか体が小柄でちっちゃい方が 叩きやすくて合ってるっていう方は小さいのを選んでいただいて全く問題ないんだけども問題はですねこの高い方の皮が破れやすいっていうところが最大の難点でございますこのボンはねはいこれ私が今貼ってますのはプラスチックでできているプラヘッドという皮が貼ってあるんですけど新品で買った場合ですね基本的には本皮が貼られてますはいどっちも本皮のね皮が貼られていて 牛牛か水牛の皮が張られてますでこの高い方を結構ね要はチューニングを上げて強く締めるわけね強く締めてグググってこうテンションをかけるからえ湿度の状態によって割れちゃったりするんですねこの皮がはいたいね本気でやってると真面目に練習してると1年ぐらいで破けちゃいますすっっげー気をつけてやってやればまあもう 10年とか長く持つかなと思うんだけど本気でやる人は早くて1年で破っちゃうかなっていう感じ、はい、あ破れちゃったってなった場合その替えのヘッドが必要ヘッド交換をしなきゃってなるんだけどさっき言った話ねあヘッド破れちゃったヘッド変えなきゃちょっと探してみましたってなった時にあれ自分のボンゴと合うヘッドねえやってことになることあるんですよ。はい あれ俺のボンゴのヘッドなくねっていうねあのことが結構ありますのでこれ要注意っていう感じはいだからまあ無難には大手メーカーのもの LP のものとかをね使うと替えのヘッドもまあ割と充実してて安心っていう感じなんだけども例えばちょっとこうマイナーどころというか えー、あんまりサイズの種類がない、えー、例えばゴンボップスの7インチとかパールの7インチ、えー、選んでしまうとあれヘッドねえやとあるいは、えー、あったとしても海外取り寄せで3か月待ちますとかね4か月待ちますっていうのが結構ザラにあったりするのでそしたらもうボンゴやる気なくなるじゃないですかはいだからそこだけちょっと要注意っていう感じ根には根をっていう感じでちょっとそのハエのヘッドもあるのかっていうのを調べておくと ボンゴライフがね安心しててれますすっていう感じです、はい、いやちょっとその辺よく分かんねえわ難しそうだわっていう人はお店の方に聞いていただくのがいいし近くにお店なければ僕に聞いていただいても構いませんので Twitter でねコメントとか DM ください、はいまあ、まだやる前からこのね <laughs> ヘッドについて聞かされてもあんまり実感わかないと思うんですけど一応ちょっと説明したい説明するだけさせてはいこのボンゴのヘッド両方ともプラスチックヘッドなんですけども 上と下、見比べていただいて、形が違うの分かりますでしょうかはい。上のはこの皮の周りにちょっと銀色の輪っかがついている形になってて、下のはこの皮が返してある形、えー、反り返してあるような仕様になっているヘッドなんですね。で大きくこの2種類がありますで。この反り返してある方、下の方はタックトと言います。T-U-C-K-E-D タックとタックしてあるってことねタッキングしてあるっていうことなんでございますけれどもこのタックと、えー、反り返ってるのがあると例えばなんですがボンゴの中でこういうボンがありますとここに注目この皮を留めてるのフープとかリムとか言うんですがここがねシュッとしてるまっすぐなやつあるんですよこれはちなみに LP のレンカ版のマタドールってやつなんですけどはいシュッとしてるやつありますとこのシュッとしてるやつとさっきのこのタックとの相性はあんまりよくありませんのでハマらないことがありますはい結構強引にはめるっていう方が多いんだけどあれこれ買ってサイズ合ってるはずなんだけどハマんねえなーみたいなこともあったりしますのでそここれ要注意っていう感じはい でその場合はこのタックしてないやつねノータックのやつを選ぶ必要がありますと、はい、シュッとしてるやつ以外はこういう感じこう丸い丸みがあるこれカーブリムとかカーブフープっていう言い方するんですけどもこれは結構万能に使えて最近のボンは結構このカーブタイプになってるものが多いっていうか主流なんですが、えー、古いものだとこういうシュッとしてる これはトラディショナルフープと言いますけれども、トラディショナルな形のものもあります。はい。えー、心配症の方は本体を買って、替えのヘッドもね <laughs>、買っておくっていうのが確実です。はい。本革とプラの音の違いはありますかあります。もちろんあります。が、結構このプラヘッドも年々改良されてると言いますか、えー、昔に比べたらね、だいぶ良くなってるっていう感じなんです。 違いとしては本革の方がやっぱりあの,川の厚みがある厚さがあって深い音っていうか、えー、低い音の成分が強いですはいあんまりこう薄っぺらくないっていうような意味合いですねはいプラスチックの方はやっぱりプラスチックなんで、まあ、プラスチックって言ったらそいろんなプラスチック製品想像できると思うんだけどもその、えー、プラスチックっぽさ若干の安っぽさっていうのは え拭いきれません、はい、ただこの高い方っていうのは結構この何回も言ってますけど高くチューニングすることが多いので高くするとあんまりその皮の差って出ないんですよ革の良さっていうのはその低音成分だったり音の太さっていうのが魅力だったりすると思うんですがそのチューニングを高くすればするほどその良さって あんまり影響されないっていうかあんまり出なくなってくるのね高くしていけばいくほどでこれぐらい高いともう本側とプラの差はほとんどないと言っていいっていう感じですはいなので多いのはこの高い方だけをプラヘッドにして割れちゃうからねプラヘッドにしてこっちは本側のままっていうね、えー、プラ本側っていうハイブリッドな人も結構います 1>, 1年ぐらいで破けるとは、叩き込むからでしょうかそれともメンテ不足ああ、どっちかというとですね、湿度の問題ですね。叩き込むっていうのもありますし、こう、カンカンに張って、叩いてる、演奏しているとき、練習しているときとか、ライブをしているときに破れることって、まあ、そうそうないんですよ。どっちかというと、張りっぱなしにして、張りっぱなしにして、置いておいたとき、えー、張りっぱにして、緩めないでケースに入れて、 ほっったたらかかしちゃったとか、えー、その辺に置いといて一日一晩経っちゃったとかいった場合に翌日見たたら破けてたってっいうことがあるあるるなんですね、はい、それっていうのは湿度の影響でございまして、えー、湿度って一日の中で結構変わるじゃないですか、まあ、お住まいのところにもよるんですけどもその湿度の差が激しいところの方がこの川の消耗が激しいといいますか、えー、伸び縮みをたくさんするっていうことなのね。 湿度が多い、えー、環境だと、川っていうのは結構伸びる。ダルーンってなるっていうあのイメージしていただいたといいかなと思います。で、こう寒くなったり、えー、湿度が低い状態になる。乾燥している状態だと、こう <laughs>、カラッとするっていうか、川はキュッとこう、閉まっていくわけね。ダルーン、キュッ、ダルーン、キュの、この回数が多いと、川消耗しますと。で、クーッと張った状態で、えー、湿度の変化があると、 要はこの状態がクッてなった時にバキッて割れちゃうっていう感じですはいだから、まあ、厳密に、えー、本当にね管理徹底したいという場合は湿度に気をつけるべきだし叩き終わったら緩めるって、えー、やっておけばまあそうそう割れないかなと思いますはいチューニング方法いきますだいたい買うとこういうのついてきます、まあ、スパナっていうかレンチっていうか パーーーションンのチューニングキですね、はい、で例えば中古で買ってなければあの100円ショップとかホームセンターで売ってるこういう調整できるやつ、まあ、モンキーレンチのちっこいやつっていうかハンディサイズみたいなのがあると便利です。まあ現物がある方は一緒に見ながら見てほしいんだけどまあ裏を。 返すとこのようになってまして、要はこの5個を回して締めたり緩めたりすると。こういう感じね。はい。ただ、これだけです。はい、めちゃくちゃシンプルでしょ。はい。元々民族楽器なんでまあ、そんな難しいことはありませんと。という感じです。基本的にはこの4箇所を、えー、回,し回して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 と。回していってだいたい。同じぐらいのテンション同じぐらいの高さになるように。 しますこの4箇所がねはいじゃあそれどうやって確認するのっていう話なんだけどもこれラグと言いますラグはいこのラグをつつつといってここでこう引っ張ってるわけねなのでこのあたりのかこのラグの上に当たるところをこんな感じで叩いていただいて音を聞きますとはいで違う箇所を聞きますと この2箇所でちょっと音が違うじゃないですか。はい。そうした場合、音が低い方を上げるっていう感じです。まし締め。ちょっと締めて、上げていくっていう形を、永遠繰り返して <laughs>、<laughs> だ,<いた> <laughs> だいたいこの4、四箇所が同じぐらいになったら、OK っていう感じです。はい。で、さっき言った話で、 本側の場合ね、本側の場合、破れちゃうリスクが一番怖いので、叩くとき、練習するときはこれぐらい高く張ってもいいんですが、叩き終わった後にちゃんと緩めるっていうことを押してあげる必要があります。叩き終わった、練習し終わったら、360度、1回転ですね、1回転分ぐらいを緩めておくと、まあ安心かなっていう感じ。叩き終わりましたってなりました。そしたら、90度緩めて、 90度,90度緩めて90度緩めて90度90度っていうのを4箇所回すっていうのをかける4ね90度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 で計360度1回分緩めたら、えー、OK ですでまた次の日とか、えー、練習するときにその逆90度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 ずつ締めて、えー、360度締める すすればままた元のの同じくらいの高さに戻りますよね、はい、そんな感じで、えー、やると割れるリスクは非常に少なくなります、はいで。この低い方は割れるってことは聞いたことがないのでこっちは割れないと思っていただいて大丈夫です。なので一回張ったらもうその張りっぱなしで構いませんしあんまり皮の、ねえー、劣化が気になるよう長続きさせ,させたいようっていうことであればこちらも多少 緩めてあげるといいかなと思いますね練習が終わった後とかはい